年齢と何やってる方かお願いします。あ、大学生です。21歳です。21歳大学生。私も大学生で21歳で。はいはい、じゃあ出会いはどこで？高校から知り合いで。付き合ったの？高校。いや、大学1年ぐらいです。部活とか一緒だったとかですか？いや、バイトが一緒です。ああ、高校でバイトが一緒なんです。で、アプローチはなんかない。なんか友達みたいな感じだったんで。なんで大学から急にそんなになっちゃいました？なんでだろう、わかんないっす。わかんない急に。わかんない。急に好きになってた感じ。はい。告白したんですよね。しました。その時のシチュエーションとか教えてもらってもいいですかね。イルミネーション見に行って。はいはい。で、帰りの車で告白しました。皆さんの車で。ほう。なんて言ったんですか？覚えてないです。覚えてない。必死だったんで。結構必死でいろいろめっちゃ喋ったって感じですか。めっちゃ。いつ返事しました？即答でした？いや、結構間が5分ぐらいシーンって。ああ、きついですね。気が気じゃなかったです。覚えてます？でもその時に。覚えてます、覚えてます。どう思ってました？告白してシーンとして。やべえみたいな。やべえみたいな。砕けたわ。ここから車で帰るのにどうするんだみたいなとこあります。今は付き合ってどのくらいですか？1年8ヶ月ぐらいです。1年8ヶ月。あ、長いですね。お互いの好きなとこ行ってもらっていいですかね？はず。変わんないとこですかね。昔と変わってないとこが好きです。感想ありますか？面白くて優しいところです。面白くて優しい。めっちゃハードル上がるんですけど、面白い。お兄ちゃん結構しゃべる。ガッチガチで、カメラ向けると弱いんですよね。いや、手じゃかん。面白いって一発ギャグとかじゃなくて、そういう会話の面白い。ギャグは持ってないです。ギャグは持ってない。直してほしいとこありますか？逆にね。ないっすね。ない、完璧。はい。喧嘩とかしないの？一回もしたことない。一回もしたことない。カナさん、カヤさん、なんかありますか？朝起きないところです。起きない。あ、弱いですか？弱いです。一回起きてもまたね、寝るよね。寝ます。機嫌悪かったりするんですか？朝。寝起き悪いっすね。あ、寝起き悪い。良かったですね、喧嘩なんだけど、やっぱ彼女はちょっと優しいですね。そうですね。多分そういうのね。思い出のデートありますか？私？あ、それも大変。とっても大変ないですか？いいですね。去年の秋に2人でマリーちゃんの格好をしてディズニーに行きました。彼女のあ、ここが良かったなみたいな瞬間ありますか？去年。はい。コテージ、貸別荘みたいなとこ行って、でなんか料理作ってくれて、その時ですかね、料理作ってる。料理作ってくれたのが怖かったです。料理してる時です。はい。時も出してくれた時も全部が好きだと思って。去年の私の誕生日の時に。車でお迎え来てくれて、でひまわりが去って花束が出てきて。あら、ロマンチスト。いや。でも狙いましたね、完全に。狙いました。完全にね。まあこれからもいろいろあると思うんですけど、お互いこれからどういうことしていきたいですか？彼女と。ああ、でもいろんなとこ行きたいし、海外とか行きたいですね。あ、まだ行ってない感じ。行ったことないです。カヤさんありますか？カヤさんとこういうことしていきたいなって。いや、もうこのままずっと。この感じが続けばいいなと思います。喧嘩もなく幸せにね。はい。おお。ああ、いいですね。はい。ありがとうございました。韓国かヨーロッパ。ロスヨーロッパとかスイスとかフランスとか。東京ミックス通り。カミングス。